皆さんこんにちは。インスパイアの久田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は、2017年9月の10日ということですね。日付がこの日になってますけど、今日は8月に投稿しました、Facebook の投稿のいいね数ランキングを見ていきたいと思います。では早速ですが、第1位の方から見ていきたいと思います。こちらになります。はい、140いいねということでレゴロボットっていうものが入りました。こちらですね、僕の息子が作ったやつなんですけど、まあ、ちゃんとこう顔がついていてですね、これあの、まあ、人工知能というか、ここでプログラムされたもので、足が動くというものなんですけど、こんな感じのね、全体像のものなんですけど、まあ、実はこれが実際に歩くというものをですね、あの動画に撮ったものもあるんですけど、動画よりもやっぱこの写真の方が、あのいいね数がダントツに多くてですね、やっぱりこう、パッと見てこう伝わるものの方がいいのかなと、あとこのね、座ってる佇まいがね、なんとも言えないですよね。ということで、140いいねということで、結構いい数字が出ましたね。はい、ありがとうございました。はい、続いて第2位ですが、こちらになります。これがね、ちょっと僕わからないんですよ。あの、カップヌードル詰め替え用ということで、108いいねなんですけど、これ、そんなにいいのかなと、わかんないですね。その、カップヌードルの詰め替え用が出て、その詰め替え用の専用の、こういう、まあ、カップというかですね、があるんですけど、それを持っている自撮り写真なんですけど、詰め替え用が出たっていうこのニュースに対していいねっていうのもなんかちょっと違う気がするし、写真がそんなにいいかって言ったらまあ別に普通だしみたいな形で、ちょっとわかりませんね。本当にこれいいねの数がその瞬間的に伸びたんではなくて結構長くですね、長い間いいねされ続けたんですけど、そのまあ今最近の傾向としてその瞬間的ないいねがつくよりも結構長くいいねが続く傾向になっている気がしていて、でもしかするとですね、その Facebook のログイン率が下がっていて、そのログインするのがもうね、なんか例えば朝昼晩じゃなくてもっとね、定期的にログインしてたのになんか1日1回とかになってるので、なんか忘れた頃にそのいいねです、ログインしてですね、ログインというか、まあ、Facebook にアクセスして、そしてそこでいいねするから、なんかすごい感覚が空いて、いいねされる傾向にあるのかなという気がしています。なので、どっちかというと、リアルタイムの記事よりも、まあ、リアルタイムでないものでも結構ですね、コンテンツの方で良ければっていうのがランクインしているケースがなんか増えている気がちょっとするんですけどね。はい、続いて第3位ですね。こちらになります。経営発表会スーツということで、こちらになります。103いいねです。まあ、これ毎年ですね、8月の頭ぐらいに、クライアントさんの経営発表会がありまして、その時だけはですね、さすがにスーツを着ていくんですけど、その様子をですね、必ず撮ります。なぜかというと、いいねがいっぱい来るということがわかっているので、まあ、今回も103いいねでしたけど、大体ね、100超えてくるんですね。ということで、今回はこれ、いいねを狙うために、また同じように写真を撮ってみました。はい、続いて第4位です。ここからですね、一気に開きます。続いて63いいねということで、晴れ男というものなんですけど、これね、これがいいかどうかちょっと置いといて、もうとにかく、他の写真や今までのものとマンネリ化しない、差別化していかないと、もうなかなかね、こう印象が残らなくなってきてるんですね。ということで、これインスタグラムの、ストーリーズを使うとこのような写真が撮れるんですけど、なんとかして今までと違う雰囲気のものということで、撮ってみましたが、まあ、それがなんかね、面白いということで、いいねいただきましたけど、はい、こちらになりますね。あとはまあ晴れ男で、自分が行ってるところは雨が降らないよみたいなこともまあ書いたんですけどね。はい、続きましてこちらです。60いいね。ビフォーアフター。はい、ちょっとこれ縦長なんですけど、ビフォーア。これビフォーアは結構これ考えました。
この後ろにあるですね、その一斗缶の中でピザを焼くわけなんですね。で、今ピザを温めていて、そして手袋をつけた人が映っていて、で、この人がピザを持って入れるよっていう、ビフォーアフターのビフォーを撮りたくて、で、このようにですね、その、ピザと人と一斗缶というものが綺麗に入るように撮ってました。そして続いて2個目の方なんですけど、こっち側の方は、じゃあ実際に焼いたピザを食べるんだけど、その時に、後ろにこういうふうにテントが映っていて、まあ、人がちょっと映ってますけど、テントでこういう、キャンプしながら食べてるんだよっていうことを伝えるためにしました。つまり、このピザを食べるっていうことだけではなくて、背景、構図ですね。どのようなものと一緒に撮ると、よりですね、その美味しさが伝わるかっていうことを考えて撮ったもので、しかも、その写真とビフォーアフターと組み合わせてみたということで、結構高度なまだ。で、さらに文字を入れてると、ビフォーアフターというね、というもので撮ってみました。はい、続きましてこちらです。豚汁。はい、これは、豚汁のまあ写真なわけなんですけど、これは新井にありますですね、立花さんっていうところの豚汁を食べてる様子なんですけど、まあ、とにかくここは有名な店なので、多分ここの店に行きましたという投稿だけで、いいねも結構集まったんじゃないかなというふうに思います。写真がいいということよりですね、じゃないかなと思います。はい、続いてこちらです。はい、ドクターイエロー55いいねということで、これ横浜駅でですね、新横浜か、ドクターイエローの撮影に成功したんですけど、これね、もうちょっと早く気づいていれば、いろんな写真とかですね、動画を撮ることができたんですけど、これちょっと気づくのが遅くてですね、で、駅から出ていく、ドクターイエローをなんとかね、動画で撮って、で、その動画の部分からキャプチャーで、このドクターイエローの、写真の方にしてみたんですけど、ちょっと残念ですね。なので、ちょっとボケてるというか、画質が荒いんですよね。はい、続きまして、こちら、かき氷ということで、こちら写真使ってましたが、これは上越妙高駅の駅前にあるですね、ふるさとというとこで食べれるかき氷なんですけど、これもすごい苦労しました、写真撮るのに。写真って本当難しくて、どういうね、その構図にするか、で、どういうバックと背景と、その元々写す被写体と組み合わせにするかってことかを結構考えたんですけど、まあ、そんなことしてたら溶けていくじゃないですか。だから本当はもうちょっと、こう、なんていうのかな、ちょっとべちゃってなってるんですけど、もうちょっと、ふわふわな感じなんですが、こういう溶けるものっていうのはね、撮影がすごく難しいですね。一瞬でしかないんで。ちょっと苦労しました。はい、続いてこちらです。お、これなんでここ、リンクがないんだ。晴れ男マップのリンクを貼るの忘れてますね。はい、こちらです。なぜか僕の周りだけ電車が、あ、あ、電車、あの、ここにいたわけなんですけど、茨城といたんですけど、周りは電車が止まっているのに、僕の周りだけ電車が動いていると。まあ、ちょっと最近ですね、晴れ男アピールっていうのをしていて、その証拠というもので、いくつかさっきの、地図とね、顔が真ん中に浮かんだやつもそうなんだけど、やってみたわけなんですけど、はい、続いては、山賊焼きです。はい、こちら、長野県の松本に行った時に食べたものなんですけど、まあ、松本で言えば山賊焼きが有名ということで、その山賊焼きのね、写真を、これは、こんだけ買ったんではなくて、お店のショールームに飾って、ショーケースに飾ってあるやつを、撮らせていただいたものですね。はい、ありがとうございました。続いてこちら、スマホ扇風機です。はい、これはこのような、私が持っているスマートフォンとかタブレットにつけると、このようにね、くる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 回るよっていうことなんですけど、で、これくる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 、なんか白とか、白が一番わかりやすいかな。なんか、あとオレンジもちょっと若干わかるかな。回ってる感っていうのはわかりますかね。でも、これ回ってしまうと、回ってるかどうかっていうのは実はよく見えなくなっちゃうので、なので真ん中の赤いやつ、赤いやつは、これ回ってないじゃないですか。
回ってないやつを1個入れることによって、あ、こういう赤い棒のやつが回ると、あ、くる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 このぐらいのスピードで回るんだなっていうことを伝えたいわけですね。なので、あえて、こんな感じでして、本当はなんかもうちょっとゆっくり回ってるようなものがね、できればよかったなと思うんですけど、こんな風に工夫して撮ってみました。はい、続いてこちらです。イオンでの窓。はい、イオンでの窓の写真なんですけど、まあ、今回はですね、このような形で、ノバドしている様子を写真撮ってみたんですけど、ただちょっと失敗だったのは、イオンってのが分かりにくいんですよね。なので、例えば看板の後ろの背景のとこにイオンっていう言葉が入っているとか、なんか分かんないけどイオンのキャラクターが映ってるとか、イオンの、社員さんのね、なんか制服がちょっと映ってるとか、なんかイオンといえばあのね、なんか、なんていうんですか、あのちょっとピンクっぽい、色があるので、なんかそういう色が分かるようなとこをするとか、なんかそういう工夫がないと、これ見てイオンって分からないじゃないですか。だから、そういうね、イオンらしさっていうか、イオンの要素っていうのを入れた方が、多分もうちょっといいねが来たんじゃないかなと思うんですよね。まあ、こんなことも考えて撮りましょうということです。はい、続いてこちらです。VR ゴーグル。はい、これは、FM 新潟さんの手掛けている、まあ、プロデュースというかですね、している、まあ、なんていうのかな、飲み屋さんがあるわけなんですけど、そこのとこで、こういう VR ゴーグルというかですね、VR ゴーグルでも何でもなくて、ただ光るゴーグルなんですけど、なんか VR ゴーグルっていうのが出たよって言って、これみんなかけてですね、これ見ると、こんなすごい景色が見えるみたいなことで、本当とかって言って、まあ、酔っ払ってですね、まあ、嘘ばっかりみんな言ってたんですけど、ただこの、いわゆるインスタ映え、この写真を撮りたくなる、で、写真を撮ったら投稿したくなるっていうような、コンテンツじゃないかなと思いますので、非常にね、使えると思いますよね。はい、続いてこちらです。46いいね、電子マネーということで。はい、これもですね、結構撮影に苦労したんですけど、まあ、このような、楽天、カードを挿入してくださいみたいなメッセージが出ていたり、あ、ちょっと見えないですかね。この電子マネーの方。これ普通にやるとですね、このここに今4つ、青とかオレンジとか黄緑とか赤とかが光ってますけど、これ瞬間だけで電源入れてすぐこれ消えちゃうんですね。電源入りましたよっていう合図だけなんです。で、これ入りましたよっていう合図のところを取らないと、ただのまた真っ黒な、なんていうかな、円盤に戻っちゃうんですね。そうするとなんか動いてる感がないじゃないですか。光ってないと。なので、光ってる瞬間に、その動画じゃない、写真を撮ると。ただ、撮ったとしても、これが電子マネーの機械なのかどうかっていうのが、見た目でわからないですよね。だから、わざと電子マネーって書いたり、そしてスマートフォンを置いて、そこのとこに、スイカ、交通系の電子マネーとかね、楽天エディとかあるよっていう、画面にして、こういうふうに選んでやるんだよと。で、金額もね、わざと、最高の999万とかにしていて、まあそんな高い金額のものをね、決済したわけじゃないんですけど、そういうお客さんがいるかのように、実はいろいろ工夫して写真を撮っています。はい、続いてこちらです。はい、パン屋さん、和菓子屋さん、洋菓子屋さんの集まるイベントの展示会で講演させていただきましたということで、これもですね、こういう、なんていうのかな、実際に何かをやりましたときに、現地感があるやつ、その現地の、実際に貼ってあるやつとかの方が、なんかポスターを持ってるよりも、あ、実際にそこに行ってるんだなっていうのが分かりますよね。まあ、こういう写真の撮り方は結構大事かなと思っています。はい。続いて45いいね。カップヌードル詰め替え用。これは写真でですね、その値段がどのぐらい違うか。普通のカップヌードルがあって、詰め替え用がリフィルっていうのがあって、そして横にこのように、カップが置いてあるというものを表したものなんですけど、この辺の値段をね、うまくこう表示させるようにってことで、ちょっと僕が、売り場のレイアウトを変えていましたけど、こんな感じになりました。はい。あとはですね、俺のイタリアンとか、これゆっくりタクシーね、もうちょっと行ってもよかったなと思うんですけど、こんなものとかね、地図とか、AI スピーカー。
そして、自社ロゴなどを、紹介しました。インスパイアのことは明日。ありがとうございました。バイバイ。